早速見えてるマイナス。どんぐらい飛べるんだろう。じゃん、攻撃力。クリーチャーはハイジャンプで輝く。そう、ハイジャンプが超飛べるんだよね。あれ、でもあれがまさか最高記録だとは思わなかったよ、当時。当時も何もないけど、当時気づいたんだけど。おりゃー、ちょっと画面が揺れている。重りはあんまり取りたくないんだけど、あまり重りは取りたくないんだけどな。よし、ここだ。地下に参ります。特に何にもなかった。あ、クリットポイントだ。あ、俺の飛ぶんじゃねえ。はよ壊せ。はい、美味しかったっす。ありがとうございます。早く壊せよ。最高速が溜まっていく。最高速が溜まっていく。何、どうでもいい。本当にイベントどうでもいいのしか。このワゴンはダメ、絶対ワゴンダメ。ワゴンダメ絶対。攻撃力がまだちょっと足りない。ワゴンはね、ほんと飛ばないからね。エアグライダーのワゴンは最悪の選択です。攻撃力が、はい、あと 1,2 個あったらノーマルタックルでもいけるようになると思うんだけどな。あ、消える。よしよし、いいね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 いいいいいいいよ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 。だからお前何やってんの。コンピューターにはそれがあるんだよ。こう早すぎて当たれなかった。これは伝説の可能性もある。ナイス、いいね。超出てんじゃん、超出てんじゃん。もう取ってくれと。出すぎじゃね。普通にウィング取りゃ十分かな。ほらもうこれでこんな飛べんだもん。ちょっと早すぎて引くレベルだもんこれ。当たんのも難しい。旋回があんまりない。この角度ダメだ。上に浮きすぎなんだって。コントロールだ、難しい。ほらもうこの程度の差がで浮き上がるんだ。ちょっと厳しい。あれ、アイテムは、アイテム、アイテム、アイテム。ダメだ、飛行取りすぎてるか。いや悪くはないんだよ。うわー、これでいく。封印する前に一回試しと。ないかな。アタックだ。アタックどこ行った。地下かな、この辺地下だな。おいたよー。起きよう。大丈夫かな。俺も大丈夫、俺大丈夫、俺大丈夫。よし、そんないいもの持ってなかったな。だっていいや。
だから、ね、今回ちょっと飛行取れまくれてるから普通にウィングに乗りたいな。あと2分か。ウィング探す。伝説は無理そうですね。ちょっとね、あと1分ちょいしかないし、ウィング普通にウィングどっかねえかな。降りて探すか。ウィング、普通のワープスター発見。普通のワープスターもそれなりに飛べるから普通のワープスターでいいか。この上ね。あったあったあった。普通のワープスターもね、割とワープあたりが無難かな。よし、まあ悪くない、十分飛べるからね、これ。あとはまあウィング探しながら適当に。伝説は必ず出るわけじゃないのか。頑丈で攻撃力の高いマシンが。いや嘘つくなって、この予言平気で嘘つくからな。これ騙されたらさっきのワゴン乗り換えちゃうよね。嘘つけ、わら。よし、こっちかな。嘘だ、どんどこどーんだよ。ワゴンを取れって言わんばかりの予言だ、わらわら。よしよし、とりあえずまあ今回はね、割と普通にパラメーター上がってるからね。すげえブレーキが甘い。よし、最後の最後で取れた。悪くないんじゃない。ほら、飛行13。おい、飛行12のデビルがいる。こんな感じかな。ライバルがいる、ライバルが。おりゃー。よしよし、悪くない、まだ下がりもしないもん。あ、下がりだした。ドラグーンでやったら無限にできそう。ドラグーンで行くとね、画面端まで行く。これでも行くんじゃね。14か13かあったし、画面端行っちゃうんじゃない。無理か、画面端はいけんか。でも999は超えれるか。あー無理だ。830m。わあ、デビルがまだ飛んでる。はい、来い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 。行った行った。危ねえ、お前やっぱやばかった、ライバル。危ねえ、 822m まで追いつかれてる。危なかった。